あの出国する人の荷物を運ぶポーターとして、お手伝いすることができました。あのそれぐらいしかちょっとないですね。言葉も喋れないですし、ウクライナの人ほとんど英語も喋らないんで、私ができることはあの荷物運びぐらいかと思いますけどね。はい、少しでもお役に立てればいいなと思いますし、なるべく映像で、ありのままをシェアしていきたいと思います。今日はプレミシルの難民の方々が寝泊まりする、まあ、大きい施設の方で、ボランティア登録をして、ボランティアをしていきたいと思います。はい、かなり多岐にわたる作業が、ありまして、まあ、中にはあの一般ボランティアの方でも国境を越えて現地にいるペットたちに餌をあげたりとか、まあ、様々な作業が存在するようですね。はい、運が良ければ、まあ、安全な西側ですけれども、ウクライナ国境を越えて、参加できるものなら参加してみたいなと思いますが、まあ、一番短期間の、私であっても何かお手伝いできる、一番効果的なことに使っていただければと思ってはいますが、さあどうなるでしょうかね。はい、まあ、今の段階として思うこととしては、もう本当に来てよかったなということですね。ニュースとかで結構見てはいましたけども、実際に目の当たりにすると、なんだろう、実際に目の当たりにしても信じられないような状況。なかなか実感が持てない。そういう感じなんですよね。ウクライナの、あの難民の方と実際に接していたとしても、それぐらい非現実的なことが、現実に起きている、そういうウクライナ、そして、国境を接しているポーランドの状況です。はい、まあウクライナの方々が一番心地よくですね過ごせるように、お手伝いできればと思いますけども、昨日ちなみにホテルのレセプションもう夜ご飯時に帰っちゃうんですかね。で誰もレセプションにいなくて、で夜中そんな遅くないですよ、8時とかそれぐらいですかね。外でアラームをずっと鳴らしてて、どんどんノックしてる人がいたんですよ。で今一般のゲストですから、まあ闇雲にね開けるのもセキュリティ面的に問題があるかなと思って、最初もう館内にいるゲストみんなそれを無視してたんですけど、まあたまたま私の部屋がその
フロントに近いっていうのもあったんですけど、まあどうちょっと気になって、あの私が出て行って開けてみたところ、難民の方だったんですよね。でもうすでに予約もしていて、入るためのパスコードも持ってたんですけど、多分分かんなかったんですかね、よくね。でちっちゃい子供もいて、めちゃくちゃ寒い中で待ってたんですよね。それはね、本当良かったなと思いました。はい、それでは時間なんでね、行きたいと思います。デイ2はプレミシルの一番大きい難民センターで、ボランティアをさせていただいてます。主にやってることは、あの清掃と、難民の方々が寝る仮設のベッドの、清掃作業、ベッドメイキングです。館内は完全に撮影禁止、写真も動画も全て撮影禁止なので、中をね、中の様子をお伝えすることはできないんですけども、大きい商業施設、スーパーマーケット、すべてが、難民の方々の収容のために、当てられています。まあ、中では医療、あとは SIM カード通信、あとは海外に行くためのコーディネートをする場所、あとは寝る場所ですね、あと食堂、そういったものに当てられています。食事も飲み物も、まあ、医療品なども結構充実してる感じに見えますね。はい、ただかなりの人たちがごった返すようにいるので、やっぱり休むといっても落ち着いて安眠、熟睡することはなかなか難しい環境かなと思います。夜にね、まだ私が夜の時間帯には行ってないのでわかんないですけどね。はい、まあ、でもやっぱりもう隣の人とのベッドの間隔が1センチもないような、もう密接してるんで、なかなか厳しい、環境ですね。はい、親戚を頼って、他のヨーロッパに移っていったりとか、そういう人たちが多いようです。うん、ボランティアの方々は、まあ、主にヨーロッパが中心で、アジア人はいないですね。私の前に一人日本人が2週間ほど働いて、かなりね、貢献されたみたいですけども、はい。やっぱりね、なかなか、渡航してまでっていう活動をする人はいない形ですね。結構寄付をしている人たちもいるそうですけども、はい。いろんな形で、いろんなサポートで支えられている、そんなセンターです。うん、美味しいね、ミネストローネ。お疲れ様です。
ミシル中央駅では、私はポーターとしてお手伝いさせていただいてます。駅にはエスカレーターがないので、結構家からですね、大きい荷物を持ってきている、難民の方ね、しかも男手は基本あまりいないので、男性たちは国に残ってますから、はい、女性たちのお手伝いさせてもらってます。さあ、イースターに合わせてですかね、お花を配るという作業がありますんで、はい、難民の方にお花を渡したいと思います。